戦わなきゃ。あさって認めぬぞ。お、ディアマンドが MVP か。私たちの勝ちです、ハイヤシンス王、観念してください。来るな来るな。父上の仇取らせてもらう、覚悟しろ。お、出た出た、この小僧、マントのちっちゃいやつ。この魔法は あいつは母さんを殺した。ありがとうございます、危ないところでした。ここであなたに死なれてしまうと困りますので。うわー、ベイルじゃねえのかこれ。成功しました。まもなくこちらにジャリューソンブルが参ります。すごいベイルっぽいんだよな。動けるようになられたのですか。王の血を捧げた甲斐がありましたな。さあそろそろお目見えですよ。これが、おお、ソンブル様、何しれっと。こたびのお前の働きでこれほどまでに力が戻ったぞ。ああ、ハイヤシンス、多分食われるな。あと少し足りん。だと思った。それではこやつらを逃げに。違う違う、王の血だから。貴様。何を勘違いしている。王の血って言ってたでしょ、自分で。我が求めるは王の血だ。わかるな。最後にその血を。我に捧げよう。なんでこいつは自分が生かしてもらえると思ってたんだろうな。まあこうなるでしょうよ。うわー、すげえでけえ。うわ、丸飲み。あ、指輪。うるさい、うるさい。ハイヤシンス王が、彼は邪竜の仲間ではなかったのか。仲間じゃないよ。これは面白いものを見ました。見ましたか、あの顔。裏切られた時の表情、傑作でしたね。こういうとこのさ、あの悪役につく側の人たちはなんでさ、自分たちは仲間に入れてもらえると思ったんだろうね。あんた何言ってんの、何笑ってんのよ、バカじゃないの。お、やっぱり。いや、なんか声似てると思ったんだよな、ベイル。ああ、うるさいですね。せっかくの経がそがれました。これだから人間は嫌いなんです。まあでもベイル、これは二人いそうだな。ベイル別人。あ、違うの。でもあの包帯は私が巻いたものです。あれは一体。自己紹介がまだでしたね。私はソンブルの娘にして蛇竜族の第一王女。王女とかそういう概念があるんだね。ベイルと申します。蛇竜族にもね。以後
お見知りおきを。まあ、声のか、でも声の感じ違うんだけど、でも声の感じ一緒なんだよね。ジャリュー族の王女ってどういうことなんです？今まで私を騙していたんですか？騙すも何も、こうして私たちが話すのは初めてのはずです。二重人格的なやつか。え？ベイルよ、無駄話はそこまでだ。指輪を奪え、すべて。なんか抜け出した人格がいるんだろうな。さあこのまま連戦らしいからね。ごきげんよう、神龍さん。あ、こいつらか。お久しぶりですわね。あなたは、なんだっけ。フィレネ王女を襲撃した者だな。貴様だなんてご挨拶ですこと。あ、そう、確かに、まあ、あの時は名乗りませんでしたものね。フィレネ王女では部下が失礼いたしました。あの者は責任を持って私が殺しておきましたので。改めまして、私はセピア。でも知ってたわ。生きる魔竜族、そしてソンブル様のしもべですわ。隣にいる者たちとは家族のようなものですの。4人まとめてシクと呼ばれておりますのよ。四天王じゃなくて。何が家族だ。竜族はあんただけ。こちとら普通の人間だぜ。俺はグリ、やるならさっさと終わらせる。僕はマロン、王族揃いって聞いてたんだけど、君たち僕らよりオーラないんじゃない？オーラあったかお前ら。私はモーブ。めちゃめちゃないけどこいつ。お目にかかる。ベイル様よりお話は金がね。シクだかなんだか知りませんが、あなたたちの相手をしている時間はありません。とにかくこの場を切り抜けますよ。みんな紋章師とエンゲージを。これ取られるんじゃね。指輪がここですよ。竜の時水晶、やはりあなたが持っていたのですね。セピアたちと楽しくお話ししている間にこっそり取り戻させていただきました。全く気づかないとは注意散漫ですね。こいつやれるな。それを使って。はい、指輪はすべてこちらの支柱です。あれ、返してください。返さないだろ。もう6つも集めていたのですか。1からひょっとして。どうぞお父様。よくやった。これで指輪は我のものだ。だが、まとっている神竜の力が煩わしい。特にこの英雄王の指輪。マルセ！輝け、始まりのエンブレム。マルス、答えてください、マルス。無駄です。赤。あの指輪にはお父様の力が流れました。主人公の髪の色2つ。もうあなたのマルスではないんですよ。そんな。伝えよ、聖戦のエンブレム。シグルド。守れ、響きのエンブレム。癒せ、暁のエンブレム。セリカ、ミカヤ、もうやめてください。解き放て、系譜のエンブレム。立ち向かえ、封印のエンブレム。リフ、ロイ、こんなことって。ちょっと精神的には弱い子だね。これであなたの紋章師は全部こちらのものです。欲しかったんですよね、マルス。シグルドもルミエルを殺した時、その二つだけ諦めることになって、私とっても悔しかったんですから。エイル、神竜様、ここは撤退を。逃げられると思っているんですか。
指輪のないあなたたちに勝ち目はない。ここで全員死んでください。返して、みんなを返してください。え、どうすんのこれ。お、ここで終わりか。じゃあセーブして、いや、もうダメだ、もうこのまま行こう。ちょっと展開が気になりすぎし、まあ連戦ってこと言われてたしね。うわ、みんなで逃げてる。うわー、恐竜いる。逃げられませんよ。これまで手荒な真似をしなかったのは紋章師の力を警戒していたからなのですが、今は状況が違います。あなたはここで死ぬのです。ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって。確かにアリ同士だったらなんとかなるけど、アリなしだったらちょっと辛いかもしんない。ああ、あれ紋章師が力宿ってね、ひょっとして。マルス、みんな指輪を取り戻さないと。ダメだ新竜様、時水晶を失い指輪も持たぬ僕たちに勝ち目はない。あれ、ってことは時間も戻せないのこれ。紋章師たちの力がどれほど強いかは君が一番分かっているはずだ。ひとまず向こうに見えるあの場所。出た出た、撤退戦だ。あそこまで引けば奴らを負けるかもしれない。え、ちょっと待って。おーす、なるほどね、同じメンバーで行くのね。で、全員吐き取られてる。マジか。じゃあちょっと、うん、絆の指輪は持ってるから、まあ、もうちょっと、じゃあ買っとけで言えばよかったというか、もう少し作っとけばよかったな。じゃあちょっと新たに配置しないしますね。いやー、これやばいな、本当に。でも、こいつらとかマジ強そうじゃん。じゃあちょっとダッシュで逃げなきゃいけないから、シンガリオ・アルフレッドと、クロエが務めることになるだろうな。で、先行するのは、もうこいつらでいいか。こうかな。弓は中に囲って、うわー、マジかよ、普通のやつがつけてんの。いや、マジでやばいんだってこいつら。これは本当にきついかもしれない。じゃあセーブして進みましょう。さあ、リュールを離脱されば勝利ね。 OK。いやー、むずいな。守らないと。ただ、まあやってやれないことはないでしょう。お、僕が守ります。踏ん張りがついてる。でも、もう一発いくからな。え、どういうこと。またそんな踏ん張るの。指示を頼みます。ちょっと待って、覚悟はある。さすがにこれでやれるよな。よし、恨むといい。今なら指輪を取り戻せるかもしれません。そうはさせませんよ。そんな、指輪がベイルの元に。簡単に渡すわけありません。せいぜい無力なままあがきなさい。だよね、そりゃそうだよね。そんなうまくいかないよね。水たまり回避マイナス30。ちょっとだからクロエは気をつけてね。弓兵の範囲内には入らないように気をつけしないと。ちょっとまずいもんね、本当にね。何何何？
はあ、はあ、めっちゃ遠距離からブレイクしてきた。出たワープライナー。そうか、そういうこともしてくるよね、それはね。やべえ、向こうに使われるとやっぱマジできついんだな。うわ、ブレイクされてるから動けない。全部かわしたけど。行きなさい、異形兵。やつらが絶望するまで何度でも。わあ、指輪が。そうだね。うわ、これどんどん指輪が次のやつに渡ってくのか。鬼か。じゃあそうなる前にやらせてもらおう。クロエちょっと出すぎて怖いかもしれないけど、指輪ついてないやつやった方がいいね。こちらからスタール。おっと、うん、なしでもそこそこ強いな、ちゃんと。まだまだ行こう。やばい。ルー様ですわね。これはやり直しか。行く。やり直しだ。よし、なんとか戻してきたかな、大体。もうちょっとのところまで来てるね。ただちょっと追われてるから、あいつからは逃げるか。ちょっと引きつけながら逃げるか。で、この辺は相変わらず怖いから遠距離攻撃でどんどん仕留めていこう。で、すぐお前、こいつ踏ん張るんだよな。あ、踏ん張れなかった。お？危な。ちょっと危ない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 。よく避けるね。よしよしよし、いいぞ。しぶとい虫けらども。やはり異形兵だけでは力不足でしたか。いや、竜は動かさなくていいからね。行きなさい。ええー、あ、よかった、後方からで。後方からならさすがに逃げ切れると思うよ。拝命いたしました。必ずや、奴らを仕留めましょう。この僕の餌食になるのはどいつかな。仕置きをする側は慣れてねえが、ベイル様のご命令なら喜んで。すごいなこいつ、はん、なんか我々にお任せくださいな。奴らを逃がしはしませんわ。なんかなんだろう、ちょっとかっこいいな。新手が来るようですな。追いつかれる前に急ぎましょう。うわー、来てる。そんな、道を塞がれてしまいました。一体どうしたら。お、アイビー。神竜様の軍、よかった、今なら間に合いそうね。アイビー様、安心するのは時期尚早じゃ。見よ、マジか、あの絵巻に書いたような四面楚歌を。いや、ここで来てくれるとは。早くこの指輪を渡さねば。お、ゼルコバもいるじゃん。ゼルコバ、どうだった。すみません、邪竜の娘に奪われた指輪を取り戻すことは不可能でした。いや、さすがにそうだったか。ですが、
代わりにこれを。これ解き戻しの水晶じゃない？おお、綺麗な水晶じゃな。そちらの指輪に加え、こちらの手土産もかなりの助けになるかと。もうちょっと、もう一旦リターン早く来てくれればさ。急ぎます。助かるわ。でも神竜様、アイビー王女、どうしてここに。お父様を説得したいと思ったの、もう一度。けれど着いた時には何もかもが手遅れだった。せめてこれをあなたに渡したくて。大教会から紋章師の指輪を取り戻してきたわ。すごっ、よくできたな。時間がなくて二つだけなのだけれど、草原の皇女の指輪と聖王女の指輪よ。新しい二つだ。いいのですか？それでは私の側に組みしてしまうことに。祖国に弓を引くことになろうとも、私はあなたと共に戦いたい。この国のため、死んだお父様のために、今すべきことはあなたのそばで戦うことよ。おお、これまでの償いになるとは思うんだけれど。すごいね。許されるのなら同行させてくれないかしら。変なサンバイザーとか言ってごめんね。ありがとうございます。いやでも助かる。本当、草原の皇女の指輪、ハイヤシンス王の形見はアイビー王女に託します。吹き渡れ烈火のエンブレム。あ、烈火の剣。リーンさん、強そう、強そうなオーラがある。私はリンディス、リンと呼んで。さあ共に戦いましょう。さあ、リンは猛攻で相手の反撃を機会を与えず勝利をする戦法を得意とします。攻め立ては攻撃相手よりも速さが大きく上回っているときに反撃。あー、あいつ持ってたな。ハイヤシンスが持ってたな、これ確かに。でキラー棒がエンゲージで残像、残像を出してチェインアタックやおとりに使用できますと。で流星群は超遠距離からの5連撃。すごいな。燃え上がれ覚醒のエンブレム。覚醒、覚醒ってなんだっけ。覚醒誰だっけ。あ、あーなんだっけ、 ルシアじゃなくてルチアじゃなくて、名前が出てこない。ルキア。その姿、あなたはマルスではないんですよ。ルキナ。私はルキナです。ルキナ、やっぱ最近やった作品はやっぱ覚えてないな。私はではありません。その代わりにもなれません。ですがあなたの力になりたい。深淵に沈んだ者たちの希望の光となりたい。今は逃げるしかなくても、この撤退はいつか希望につながります。さあ私とエンゲージしてください。お、仲間との共闘を得意とし、味方の近くで戦う時の大きな力を発揮します。デュアルアタックはシンクロ中の味方を戦闘スタイルに関係なくチェインアタックができるようにします。へえ、なるほどね。でノーブルレイピアは牙や重装兵に大ダメージ。まあレイピアだね。絆盾は、って読むのかな、隣接するすべての味方が受ける攻撃を高確率で無効化します。すごで、オールフォーワンエンゲージ技ね。周囲2マスにいる味方がスタイル関係なくチェーンアタックに参加してくれます。めっちゃみんなチェーンアタックしてくれるじゃん。神竜様、土産はもう一つあります。これは竜の時水晶。闇に紛れ拝借してきました。奪われた指輪ではなく気が咎めますが、ゼルコバが死ぬほど優秀なんですけど。戦況打開の一助となれば幸いです。ありがとうございます。やった、剣が3人もいる。アイビー魔法なんだよね。アイビー何持ってる。あ、魔法サンダーリブロー。あー、すごいね。で
キラーボーまで持って、キラーボーまで持ってんだもんな。よし、じゃあガン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 行くぜ。やだなこの二人この二人マジでやだな。まあまあ少し来たやつをね倒しながら進んでいこうか。こいつらレベル高えな。やっぱ俺が低すぎたのか。17だ。か月は、あ、レベル1、あ、ソードマスターのレベル1ね。上級職じゃん。アイビーはテイマーレベル17。やっぱ高えな。なるほどね。届くんじゃない？やべ、届いちゃうよ。届いちゃうなら消しちゃうよ。すまないの。で、アイビーも届くんじゃねえ、これ。ほら。届いちゃうよ。任せよ。お、チェインアタック出るんだね。許されないわね。弓いるけどさ、こいつだって動いてもこいつらさすがにこの位置から動かないでしょ。あ、じゃあ全然いけんじゃん。あ、全然いけんじゃん。もう余裕よこんな。うん、よけたはい、エンゲージ。許されるなら私に力を。はい、エンゲージ。おお、あ、流星君ね。流星群だったら別にこっからでいいじゃん。あ、でも死なね、意外と死なねえじゃん。見ていなさい。4520。まあそうか、アイビー自体が魔法キャラだからそんなに強くないんだな、物理はな。じゃあしょうがねえな。あ、ナイス、ちゃんと避けてきたね。必殺が出た。 7% は当たらんやろ。速戦速決。よし、なんか出てきたけど結局はこのターンで終わりなので、まあ、残りはね、レベルの低いやつに経験値を吸わせて次へつなげましょうか。誰が少ない？よし、アルフレッド、お前に刺させてやろう。ここまでよく頑張ったシンガリを。俺から行こう。やっ。あと、もう倒せる敵はいないかな。さすがにちょっとさすがにいないね。じゃあ最後にリュールがエンゲージを披露して、力を貸してください。はい、かっこいい。じゃあ脱出します。ここまで来ればなんとか切り抜けられそうですね。よし、クロエ頑張った。こっちよ。森に身を隠しながら進めるわ。このままソルム王国に向かいましょう。そこはまた知らない国に行くのか。妹を残してきたのが気がかりだけれど、この国にはもういられないわ。オルテンシアはどうする気だ。確かにイルシオンに置いていくものが多すぎます。確かに。父上、今は辛いが耐えるんだ。ここで戻っては本当に全てを失ってしまう。道案内をするわ、ついてきて。バルス、みんなごめんなさい。ちゃんとマルスの忠告を聞いとけばよかったね。取り逃がしましたか。まさかアイビーが暗躍するとは。奪われた指輪は大教会にあった聖王女の指輪と草原の公女の指輪、
痛手ではありますが、神竜が集めた指輪は全てこちらの手中。これからゆっくりと殺してあげますよ。仲間も民も、そしてその心も何もかも。あいつはただただ邪竜の手下って感じなのかな。ここまで来れば大丈夫よ。追ってももう来ていないみたい。ベイルがまさか邪竜の娘だったなんて、指輪を奪われてしまうだなんて。こうなってしまったのは私のせいです。みんなごめんなさい。君のせいじゃない。あの場では誰もどうしようもなかった。謝るべきは私だ。父親を失った怒りで神竜様に戦わせてくれと頼んでしまった。それは一理あるんだけど、父親を置いていきたくないまあしょうがないよな、こいつらはな。そう言ってしまったから、目の前でそああなったら亡骸に執着して、うん、神竜様の判断を鈍らせたの。それは大きな選択だわ。わかるけど、それは分かってやれよ。あなたがそれを言うんですか。元はといえばあなたが足止めをしなければ。やめてください。仲間割れは。仲間、僕はそう思えません。こいつさえいなければ間に合ったかもしれない。父上は死なずに済んだかもしれないのに。スタルーク、アイビー王女が儀式を教えてくれなければ私たちは大教会にたどり着けなかった。父上は今も望まぬ姿で剣を振るっていた。そうだろう、スタルーク。兄上は悔しくないんですか。こいつのせいで父上は死んだようなものなのに。父の仇はハイアシスオーだ。そして彼も邪竜の手によって死んだ。ハイアシスオーは亡骸すら残らなかったんだ。そうなのよそこ思い出してくれてよかったわ。やめましょう。これ以上争ってももう何にもなりません。すまない。アイビー王女、弟の非礼を許してくれ。とかディアマント本当できたやつだな。いえ、こちらこそ父を止められなかったこと謝罪するわ。僕はまだそこまで割り切れません。父上にもう会えないんですよ。ブロディアにあった指輪だってもう二度と。確かに私たちは多くの犠牲を払ってしまいました。けれど紋章師たちは死んだわけでも決して戻らないわけでもありません。いつか取り戻せる。私はそう信じています。神竜様。その通りよ。それに全員いなくなったわけじゃないわ。私たちのことを忘れていただいては困りますね。とはいえ、せっかく仲良くなった紋章師たちがな。今まで一緒だった紋章師とは違うかもしれないけど、私たちだって強いのよ。凛の技微妙だったけど。このまま終わるのが運命だとは思いません。奪われても逃げても負けたわけではないのですから。逃げても負けではない。でも私は母さんに逃げないでと言われました。みんなを守る神竜として逃げてはダメだと。撤退は逃げることとは違うわ。本当に逃げることは諦めること。諦めること。あなたはここまで逃げなかったのね。母の教えを守り戦った立派なことよ。でも残って戦うことだけが、かたくなに動かないことだけがみんなを守る道ではないって
そう思う。ルビエルさんはこれからの時間の中でそう教えたかったのだと思います。でも残念ながらそうするだけの時間は残されていなかった。マルスもあの時そう言いたかったのでしょうか。はい、きっとそうだな。そうですか。私は思い違いをしていたようですね。奪われても逃げても負けたわけではない。それならばこの撤退を勝利につなげます。私は神竜としてもっと強くなります。今度は必ずみんなを守れるように。もう誰一人として失わない。そして共に戦った仲間を必ず取り戻してみせる。ついてきてくれますか、みんな。ああ、もちろんさ。いつかこの盤面を覆してやろう。このままで終わる気はない。失ったものは取り戻すまでだ。こんな時でも希望を見せてくれるんですね。うつむいている暇もないぐらい。力になるわ。私でもあなたの役に立てるのなら。ありがとうございます。行きましょう、ソルム王国へ。みんながいてくれるなら私に恐れるものはありません。いい BGM、 素敵。わー、ここで終わりか。じゃあちょっとこの先ワールドマップに出るところまでかな。グイッと伸びてね。あれ、外伝が向こうにある。たださ、これさ、こっちに行けちゃうんだよね。俺、行けちゃいけない気がするんだけどさ。でも、こっち戻ってきて、この外伝を行くこともできると。神々の闘技場。あれ、でもさ、あ、フリー戦闘も出てるね。で、もちろん、次行くのは、どこだ？あ、これか。トゥーラ砂漠。次はここですね。なんだって？ベールに指輪を奪われた神竜軍。神竜軍って言うんだね。体制を立て直すため、一路ソロム王国へ。っていうところが次回ですね。よし。じゃあちょうど、ちょっと長いことやってきたのでね、今回はこれで終わりにして。いやー、アイビーたちが仲間になったのは嬉しいけど、モルダン。王様仲間にしたかったな。残念。